最近急増してるコムが操作してくる PC チーターの撃退方法をご紹介します。まず攻撃方法なんだけど、コムが操作してるからまともに攻撃したら点は取れない。それで今回紹介したいのが、サイドギアまで行って戻して中盤からトリベラや高精度シュートで点を取る方法。今回はプレイスタイルプラスのトリベラがついたモドリッチでシュートを打ってたけど、もちろんフィネスショットのプラスでも大丈夫。次にフィビを紹介したいんだけど、コムはこっちがどんどん出していっちゃうと全部かわしてくるから、今回紹介したい守備はこれ。これが自分が編み出した守備なんだけど、もうボランチの選手でしかカーソルを合わせない。センターバックとかには合わせないで、ずっとボランチの選手でカーソルを合わせるだけ。これだけで相手は何もできなくなる。次にサイド際に来られた時の守備なんだけど、セカンドプレスを軽く押すとかだけで、なるべく出さないようにすればこれで大丈夫。これでほとんど守れるよ。これで4対0、シュート1本誰でも勝てる。最後にチャンネル登録高評価よろしくね。